ちゃん始まりました。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おみです。今日はですね、なんとあのなにわのブラックダイヤモンドにみなちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。そのドッキリは、私妊娠しちゃったドッキリです。みなちゃんはすごく情に熱い子なんで、怒ってくれるんじゃないかなと。でもみなちゃんの気持ち、すごい、でも怖いけど、その無事入れられるんじゃないかなと思ってるんですけども、頑張って騙していきたいと思います。ごめんみなちゃん、じゃあ行ってきます。できたっぽくて、え？整理来なくてさ、え？なんでわかったの？調べたみたいな。検査に来なくてさ、うん、調べてみたら、うん、でもそれさ、普通にさ、その相手はどう言ってるの？知らなくて、え、まだ言ってないってこと？うん、多分だら知らないって言いそうじゃない？え、そう、でもそう、どうしたらいいかなって。え、アオミはどうしたいん？どうしたらいいか分からんくて、でも、でも言わんま、言わんっていう選択、めっちゃむずいな、それ。でもまあ、おみんがどうしたいかじゃない？まあ今の仕事しながら、まあライブはもうきついわな。グラビアは、分からんけどな。まあ産んで戻ってこれる人もいるしな。絶対どっちかを選ばなあかんってわけではないやろうけど、その相手もどうなんっていう、それでも誰にも言ってないんやろ、まだ事務所の中にも言ってないみたいな、そろそろね。リナちゃんだったらどうする？リナやったら、リナやったらどうすんだろうな、実際そうなったらな。でももしかしたらやめて、それ分からんけど、そっち選んでめっちゃ幸せになれるってパターンもあるかもしれんから、
それは分からんけどな。まあでも相手には言いたくない。言ったら怖いしな。怖い、うん、いや相手によるかな。誰かわからんっていうのも。アオミンが。誰かわからん。え、待って。一周しておもろなってきたんだけど。それだから情けないしさ、やばいじゃん。もうだから普通にやばいな。え、ちょっと待って、選択肢としては誰かわからんっていうのは二択なの？まあえ、でもなんとなく考えたらどっちか分かってこへん。まあ、めちゃくちゃめっちゃ近い日にちでやっとったら分からんのか。そうだね。どっちか分からへんくて、仕事もどうしたいか分からんし、相手に言うかも迷うっていう状況やねやったら、うまんって選択肢も出ないやったら頭に浮かぶかな。言わずに誰にも、まあ、この人となら絶対幸せになれるなって思うんやったら、応援する。そら寂しいけどな。マジでどうするか決めないとね。いろいろ考えた時にどっちがむずいよな。でもいざ自分ができたことないから、できた時にその選択できるかって言われたら、産む選択浮かんでまいそうだけどな。なんで感じやな。っていうドッキリでした。マジかよって思ったわ。アオミンそんなことあるみたいな。ない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 。ごめんな。あれあれ
あっちは、あれ関係ない、あれ、いや、なんか全然いっぱいカメラあるから気づかなかったわ、こんな汚い楽屋撮ってんなそうだ、そうなんですよ。はい、チャンネル登録ここで言うコメントよろしくお願いしますここで言うやつなんそれ、バイバイSide down.